皆さん、こんにちは、モノモースです。今日は非常にデリケートで、かつ重要な話題についてお話ししたいと思います。最近、鈴木宗男議員がゼレンスキー大統領がロシアを挑発しなければ、ウクライナ戦争は起きなかった、という持論を展開し、大きな波紋を呼びました。今日はそのことについて、私なりの視点から考えてみたいと思います。まず、ニュースの内容をざっと振り返りましょう。鈴木宗男議員は、岸田総理がゼレンスキー大統領に対して停戦と和平を呼びかけるべきだと主張。また、ロシアの行動についてあたかも防衛的 ののものであるかのように述べていますしかし、この発言にはいくつかの問題点があります。まず第一に、自国の領土を侵害されるリーダーがその侵害を黙認するというのはあり得ないことです。ゼレンスキー大統領は国の主権を守るために行動してきました。それを、挑発と捉えるのは非常に一方的な見方です。具体例をいくつか挙げてみましょう。例えば、国際法に基づけば、どの国も武力で領土を広げることは許されていません。プーチン大統領は無謀な要求を繰り返し、その結果として多くの重くな市民が犠牲になっています。 これをどう捉えるかは非常に明確です。反論として、一部の人々はロシア用語の立場を取ることがありますが、それは地政学的なバランスを考慮してのことでしょう。しかし、そのようなバランスは不正義を許容する理由にはなりません。私たちが目指すべきは公正で平和な国際関係です。さらに、これは単に一国対一国の問題ではなく、より広範な歴史的背景や宗教的対立も絡んでいるとの指摘もあります。なのにそれを単純な挑発とみなすのは歴史認識の欠如と言えます。私たち日本人は国際社会の の一員として一日でも早い停戦を世界に向けて発信すべきです結論として鈴木議員の発言は非常に問題があり単に一方の視点から物事を見ているに過ぎません私たちはすべきことはより公正な視点から問題を考え平和的な解決策を模索することです皆さんのご意見もぜひコメントでお聞かせくださいありがとうございました